てか昨日解説中にさめちゃくちゃ話があった話があのアントニーのあれ見たみんなあの俺うわって声出しちゃったやつあのアーセナルユナイテッドのさ解説聞いてない人が多いと思うから言うとアントニー途中から出てきたんですよアントニーのさ途中交代で出てくる時の顔あのネットとかで言いじられてたんだけどこう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 いう風うにさこうすげえ顔でこうピッチだとして交代する直前のアントニーだとしてこうこういうさなんかあのワイプで抜かれた的場工事みたいな顔してたのよ あれね、だからもう、キャラですよ。今はもうアントニーには言っていいってなっちゃってるから。そう。いや、あれはいいことっすよ。控えから出てきた選手がめっちゃやる気あるただ、もう、顔つきも、あの感じもヤンキー感がすごいからもうマトバコだったっていう感じなんだけど。その後なのよ、俺が言ってんの、あの。アントニー出てきて、最初右ウィングだったんだけど、右ウィングで左でボール回ってる時に、この、相手がこう撤退してこう合わせながこういう守備するじゃん、こういうふうに。この時に青が合わせるのね。ここ、アントニーね。 アントニー、ここのワンピサカに、こうも,もっと上がれって、こっから上がっておいって指示してんの。で、え、上がるんすか俺みたいな感じでワンピサカ行って。で、上がってアントニーなんか、なんかちょっと内側を取って、結果、最大限の高さ、この相手がプレスかけれる高さになっちゃったから、こっち繋げないしアントニーにもボール行かないみたいな。だから、天白のサッカーってほんとさ、選手自由に動き回るけどさ、いてほしいところにいない現象バンバンあるじゃん。だから、その場のパワーバランスになるんですよ。その、人間の。 だからアントニーがワンビサコに、あ、上がれ上がれって言ったら、ワンビサコも、え、上がるみたいな。で、これがちゃんとルールあったら、アントニーも余計なこと言わないし、ワンビサコも浮かびきれるし、で、ワンビサコ合ってたのになんか、うーんってなって。だからね、やっぱりね、こう、あれが部活文化っていうか、で、あれが普通なのよ。あの、俺と一緒にみんないてくれるから、こっち普通になってるけど、違う、もう、どの現場もそうでしょみんなが仕事したり部活とかさ。 偉い人が偉くて、その人の言うこと聞くじゃなかったそうじゃないところもあるかもしんないけど、8割9割そうじゃないそう。あれが、だから、いろんな媒体とかが、こう、戦術が最高ってことしたいじゃん。俺もその一人って思われがちだけど、ここ来てる人はわかるじゃん。そうじゃないよって俺いつも言ってんじゃん。ただ、こういう風になってて、こういう効果があるよみたいなのうちは話すけど、実際は、すべてが戦術的にみたいな。戦術があることが最高みたいになってるじゃん。 実際は人間なのよ、そこで行われてんのは。だから、その人間の圧とかそういうのを適切に出すための戦術なのよ。だから、アントニーにちゃんとここで取るポジショニング、ワンビサカにこう取るポジショニングっていうのを、天白がやってたら起きない問題だし、今コメントあったけど、言えないワンビサカも悪い。そうなのよ。ワンビサカにも、そこはいや違うよっていう。だって、ここブルーノ・ヘルナンデスだったらこれ言わないからね。アントニーは。だから、そこのやっぱ人間の強さなのよ。 そうだ、あそこにね、なんかいろいろ全部詰まってたから、喋りてーって思いつつ、いやでもこれ、アベマでこの熱量でこの長い解説は違うな、みたいな。でも持ち帰って喋ろう、みたいな。でも、僕のサポーターの人はね、アベマ出てる僕に喋ってほしいみたいなのがあるから、そこの葛藤はありますけどね。この辺がめちゃくちゃ好きなんですよ、サッカーのこの人間と哲学と、このフィジカルといろんなものがこう工作する感じ。 こにあなたに言ってな、くわってたのに。例えば、あの日のように、年 <noise> も<楽>。